楽しんでおいで、サトシ。不安しかない。大丈夫、俺がバッチリみんなにサトシの魅力を伝えるからさ。いや、それが不安。一緒にスクールに行くってのがな。だって生で見た方が面白さあって。え、めちゃめちゃ面白いもん、サトシって。めちゃめちゃってで、サトシの頭の中はどうなっているかというと、ポケモンとポケモン。え、そんなことないって。他のことも考えてるって。今日の晩ご飯何かなとか発表っていうよりほぼ漫才。俺の友達サトシについての発表を終わります。素敵な発表だったわ。